大韓民国海兵隊は、大韓民国海軍の霊下の大韓民国の海兵隊である。人員は2万8000人とされる。海軍霊下だが、人事と予算を管理できる権限が海兵隊、司令官に与えられている。1949年4月15日に、継承南、道省原軍陳海流で380人規模の部隊と、 旧日本軍の99式軽機関銃などの武装を用いて海軍霊下に創設された。初代司令官には当時、深海特設基地の参謀長だった満州国軍出身の信元春。翌1950年に勃発した朝鮮戦争より、投入、朝鮮人民軍を呼び、中国人民解放軍を相手に一個大隊を一掃したとされ、 外国メディアでは無敵の海兵隊として紹介された。この当時から国内再生鋭部隊の一つとなった。1964年のベトナム戦争時にはアメリカ合衆国の承諾を得て、再生鋭の陸軍首都士団、第9不評師団の2個師団と共に第2海兵旅団をベトナムへ派遣し参戦した。アメリカ軍と違い、不評を中心とした部隊編成を指揮。 敵を捕捉する以外の反撃はしないと言った北た、ベトナム人民軍を呼び、南ベトナム解放民族戦線同様のゲリラ戦法に徹したがゆえに、戦闘での損害費は三十六一と圧倒的な戦果を上げ、ンバと、ベトコン両軍を少なからず苦戦させた。彼らの選考は、韓米関係の強化につながった。しかし一方で、フォンニー・フォンニャットの虐殺やハミの虐殺、 来代犯問題などの戦争犯罪を起こしている。1973年に海兵隊司令部が解体され、海兵隊司令官は第二海軍参謀次長、海兵は海軍上陸兵となった頃もあるが、1987年に現行の海兵隊司令部が復活されて、現在に至る。2010年11月23日の延べつ島砲撃事件では、 朝鮮人民軍から砲撃を受け、野別坊島守備隊第9海兵砲兵大隊第7砲兵中隊が、反撃するも2名の戦死者と16名の戦勝者を出した。任務の性格上、部隊内では厳しい規則が存在するが、時に行き過ぎたいじめ、暴行に発展する。2011年7月4日に、第2師団海岸部隊の上等兵と二等兵が、 凶暴して、銃乱射事件を起こして4人が死亡する、高下等海兵隊銃乱射事件が発生したが、その原因も部隊内のいじめと指摘されている。2017、1にチョコパイ180個を食べさせられたり、裸のマッサージを強要される事件が発生。全部隊対象の特別部隊診断にいて、休養施設で、トングで舌を引っ張ったり、 戦抜きで指をへし折る暴行障害が行われていたことを海兵隊司令部監察室は把握していながら隠蔽していたことが8月に判明。部隊構成現行組織では第1師団、第2師団、第6旅団、第9旅団の2個、師団、2個旅団で構成されている。司令官は中将が当てられる。2011年10月15日施行。 韓国軍も企業もベトナム参戦。朝日新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www. 朝日 .com スラッシュインターナショナルスラッシュヒストリースラッシュ CHAPTER08 スラッシュ 02.html2011 年2月18日閲覧。韓国軍、海兵隊部隊で、従覧者、4人死亡朝鮮日報2011年7月4日。 韓国軍、海兵隊乱射事件、同期は、いじめか朝鮮に日報2011年7月5日、韓国軍、金城東兵、共犯に見張り台の爆破を指示朝鮮に日報2011年7月7日、AB インク、3K デジタル、チョコパイ180個強制飲食裸のマッサージも、韓国軍隊のいじめに、衝撃事件。産経ニュース、 2021年10月26日閲覧。AB 韓国軍海兵隊施設でいじめ行為発覚。ありがとうございます。